令和3年度鶴見区感染症対策指導者研修。こちらでは換気に関する講義を行います。説明は横浜市鶴見福祉保健センター生活衛生課が行います。新型コロナウイルスの感染経路の一つは飛沫感染です。飛沫の中に含まれるウイルスを吸い込むことで感染するため、感染予防として3つの密の一つ、密閉を避けるために部屋の換気が重要となります。そもそも換気がなぜ必要であるか、多くの皆様はお気づきだと思いますが、換気をすることによって部屋の汚れた空気を外へ排出したり薄めたりすることができます。人の活動により部屋に溜まっていく二酸化炭素などはきちんと換気をして減らしていかないと、部屋で過ごす人の健康を害してしまいます。また部屋の中にコロナウイルスの感染者がいた場合、換気の悪い密閉空間であるとコロナウイルスの集団感染、クラスターを起こしてしまう可能性があります。適切な換気が感染予防に重要です。皆様はご利用されている施設内で換気がどのように行われているか意識されたことはありますでしょうか。中型・大型のビルでは機械による換気があり、建築基準法で定められた能力の換気設備が設置されています。換気設備はどのように動いているのか、全館一括で動かしているのか、部屋の中にスイッチがあるのか、天井に何か設備があるけれどこれはエアコンなのか換気扇なのかなど、効率の良い換気を行っていくには施設内の設備をよく知っておく必要があります。改めて設備の確認をしてみましょう。次に機械による換気で多いタイプを紹介します。まずは換気扇による換気です。このイラストは部屋を横から見た図となっています。こちらの例では換気扇で空気を引き、吸気口から換気扇までの空気の流れを作っています。吸気口にはいろいろなタイプがありますが、この写真のような吸気口やガラリと呼ばれるドアの下などにあるブラインド状のものだったりします。冬場に冷気が入ってこないようにこちらを塞いでいるところもあるかもしれませんが、吸気口を塞いでしまうと空気の流れができにくくなってしまいます。空気の流れを遮断しないような間取りになっているかも確認してみてください。なお、多くの施設で使用されているエアコンには換気機能がありません。エアコンは部屋の空気の温度を調節し循環している設備です。エアコンがついているから換気ができていると誤解しないよう注意が必要です。次に全熱交換器による換気の例を紹介します。普通の換気扇が空気の排出のみを行う設備ですが、全熱交換器は室外の空気を取り入れ室内の空気を排出する設備です。また中の空気を排出するときに熱を回収し、外からの空気に熱を戻すという室内の温度変化を抑えながら換気ができるという省エネルギーな設備です。多くの施設が前述の例1の換気扇またはこちらの全熱交換器による換気を行っていると思いますが、これらの設備は動かしていないと換気されません。どこで動かしているのか、どこにスイッチがあるのかを確認してみましょう。換気設備が備えられていても正常に作動しないと意味がありません。
故障等がないか定期的な点検ももちろん必要です。また換気口・吸気口のフィルター清掃は行っていますでしょうか。埃が詰まっていたりしませんか。フィルターが汚れていると換気性能が低下するだけでなくカビが発生することもあります。皆様の施設またご自宅でもフィルターの清掃は定期的に実施しましょう。厚生労働省では新型コロナウイルス感染症予防のための適切な換気について次のように示しています。前述した機械の換気設備がある場合は1人当たり毎時30立方メートルの換気が確保されているかどうか確認することとなっています。これは建築物衛生法という建物の衛生のための法律で定められています。また建築物衛生法では空気環境の調整に関する基準があり、その基準項目の一部を抜粋したものがこちらの表に記載しているものです。ここまで機械設備による換気について説明してきましたが、窓でのみ換気を行っている施設や機械換気設備がある施設でもっと効率よく早く換気をしたい場合の窓による換気方法を説明します。窓を開けるのは2箇所、対角線に開けると空気の流れができます。1箇所だけでは部屋全体の空気の入れ替えができないので2箇所開けてください。ドアも開けるなど工夫をしてみてください。また空気の取り入れの入り口は小さく、空気の排出の出口は大きくすると空気の流れができやすくなります。なおこの右上のように窓が1箇所しかない場合は扇風機やサーキュレーターを利用して空気の流れを作ってください。風を人に当てるということで使用するのではなく空気の流れを作るということで使用してください。こちらの例では出口に向かってサーキュレーターを置いています。このような小さい会議室は特に密集、密接、密閉になりやすいので注意しましょう。次に部屋の中の二酸化炭素濃度をモニタリングすることで換気の見える化ができる二酸化炭素モニターの活用について紹介します。現在さまざまなメーカーから卓上式の二酸化炭素モニターが販売されています。こういったモニターを部屋の中に設置し二酸化炭素濃度を測定することで建築物衛生法に定める基準の 1000ppm を超えないよう換気ができているかどうかをチェックできます。特に複数人で利用する部屋や面接や会議室など会話が多い部屋でこのモニターを設置し活用されるのが良いと思います。モニターの測定値はあくまで目安値となりますが、空気は目に見えない部分ですのでこのように数値化することで換気が見える化され、換気が適切に行えているかどうか確認しやすくなると思いますので、よろしければ導入をご検討ください。窓や換気扇が少なく十分に換気ができない場合や窓を開けると温度や湿度を維持できない場合などは空気清浄機の併用が有効とされています。空気清浄機の使用の際には次の3つの留意点があります。空気清浄機はヘパフィルタによるろ過式で、なおかつ風量が約毎分5立方メートル以上のものを使用すること、人の居場所から10平方メートル6畳程度の範囲内に設置すること、部屋の中で空気のよどみを作らないように
外気を取り入れる吸気の風向きと空気清浄機の風向きを同じにすること、この3点に気をつけて空気清浄機の活用を行ってください。続いて加湿器についてです。冬になると加湿器を使用されるところも多いかと思います。空気が乾燥すると呼吸器系の粘膜を傷めてしまうことがあり、風邪などのウイルスに感染しやすくなります。感染症予防のため、乾燥しやすい季節には加湿器を使用して40%から70%の適切な湿度を保ちましょう。加湿器は換気口やドアの近くに置いてしまうと、加湿された空気がすぐに部屋の外へ行ってしまいますので、置く場所には注意しましょう。加湿器もきちんと管理をお願いします。管理が不適切だと別の感染症、レジオネラ症を引き起こす可能性があります。加湿器は水を使用するので、お湯などで増殖しやすいレジオネラ属菌という細菌の温床になることがあります。レジオネラ症とは、レジオネラ属菌を含む水しぶきなどを吸い込むことで感染し、肺炎などの症状を引き起こします。過去には国内で管理が不適切な加湿器でレジオネラ属菌が増えてしまい、レジオネラ症の集団発生となった事例もあります。レジオネラ属菌を発生させないためには、タンクの水は毎日取り替える、タンク内部はきれいにし、よく乾燥することが大事です。メンテナンスの方法は加湿器の機種によって異なりますので、メーカーが作成した取扱説明書に沿って管理を行ってください。より良い換気を行うために、まずはこちらの3点から始めてみてください。建物内にどんな換気設備があるのか、設置状況を把握しましょう。換気を行うためには、建物を利用する皆様で取り組みに協力しましょう。換気設備の定期的な点検、空気清浄機や加湿器を使用している場合は、それらの設備も点検しましょう。こちらの講義は以上になります。ご視聴ありがとうございました。